Hey guys, Draco Leo here. I am kinda a little bit tired, but hey, I need to give you guys chapter 19, if that's, I think it's chapter 19, yeah. While I was away, I mean after finishing the first part, I decided to actually clear out all the requests that is available, and I think after this I should have enough to roll. Then after this chapter, I'm going to close this chapter, and then after that I will be giving you a video on the roll. So wish me luck on this, because I've never got an SSR except Sophia and Lily. I have no SSR summons. I have weird weapons, okay, let's just leave it at that, right? But enough about that. I will then now go to the story. So if you guys do like the story from Grandblue Fantasy, or you want to see how I play, I'm not the best player in the world, but if you want to just watch me play, just subscribe to my channel, and hopefully you'll like it. Alright, so this is Draco Leo, asking you guys to enjoy the show. ねえ、もう一緒に行こう。私ね、もう全部聞いたよ。カタリナが私たちを守るために自分を犠牲にしようとしたこと。でもね、それでもカタリナを助けに行こうってみんなそう思ったんだよ。だからルリア、私が今ここにいる理由はそれだけではないんだ。ルリア、君はこのアルビオンの領主が受ける制約を聞いたか？え？ビーラはまだ話していないようだな。その領主を決める戦いはビーラさんが勝ったんでしょ？だから領主はビーラさんだし、カタリナにその制約は関係ないんじゃ。それこそが私のトガだ。私は領主となり、シュバリエの力でこの町に縛られることを恐れた。だから私はあの決闘でわざと手を抜き、自分が負けるよう仕向けたのだ。ビーラが私を慕ってくれている、その事実も知りながらな。ビーラさんはそのことを？おそらく感づいていた。だがそれでも告発することなく私に自由を譲ってくれたのだ。償いの日はいつか必ず訪れると思っていた。だから彼女が望むなら、私はここで気空団を離れずっとそばにいてやろうと思うんだ。そんなのって、二人の邪魔をさせないためにも敵はオイラたちで片付けるぞ。カタリナは
約束してくれたよね。約束。私に外の世界を見せてくれるって。君がルリアちゃんかな。あなた誰？ほら、ルリアちゃん、今日は本を持ってきたんだ。私と読書をしようじゃないか。別にいい。そうか。でも本は面白いぞ。遠い異国、知らない空に思いを馳せることができるんだ。どうでもいい。だって私の空はきっと永遠にこの作り物の天井だから。どうだ、空は広いだろう。今日はいい風も吹いてる。気持ちのいい空だな。風？この風はどこから来るの？ん？そうだな、ここからは見えない、もっともっと遠いところからだ。もっと遠く、そんな場所があるの？ああ、外の世界は無限だ。空の果てのその先にだって世界は広がっているそうだ。外の世界、無限の世界。いつか、いつかそれも私に見せてくれる？そうだな、約束しよう。いつか一緒に無限の世界を見ようじゃないか。約束。救助の外で私は初めて空を見た。そしてカタリナのおかげで無限の世界という空の果てという夢を見た。だから今度はみんな一緒の未来を私に見せてよ、カタリナ！虎穴山残光線
この好機に沈みなさい。行くぞい。この手カタリナのしたことは確かにひどいことなのかもしれない。だけどそれはそこにとどまることでしかあがないないの。カタリナが空に出て得たものを犠牲にすることでしか償えないの。きっと絶対にあるはずだよ。カタリナも私もビーナさんだってみんなが笑顔になれる方法があるはず。それを一緒に探そう。だから私の手を取ってカタリナ。気は済みましたか、ビーナさん。私は絶対に諦めません。そうですか。では残念ですが実力で排除させていただきます。シュバリエ、アルビオン領主の名において命ずる。我が身に宿りてその力を権限せよ。まさかシュバリエの依り代には真の騎士が。ってのも嘘かよ。嘘も方便です。帝国の力を借りてお姉様とあなたたちを引き離すためには必要な嘘でした。さあ、まだお姉様を諦めぬというならその未練、私の執念で見事断ち切って差し上げましょう。執念でもねえが、ここで諦めるなんざ寝覚めが悪くってな。私たちにはカタリナが必要なの。こればっかりは譲れないんだから。事情のあるやつなんざ空には珍しくねえ。それでもみんななんとかやってけてるもんなのさ。ま、バカばっかりっていうのはよーく分かったと思うけど、それより何よりもっと大切なことがあるわよね。そうだよカタリナ。ねえ、私たちは諦めたりしないよ。それでカタリナはどうしたいの。私は。お姉様、どうぞお気を確かに持ってください。お姉様をたぶらかそうとする連中など今に私が排除してご覧に入れます。シュバリエよ、星の騎士たりその力今こそ我が前に示せ。
主の剣となり盾となりて我が悲願の道に立ちはだかる者を切り払え。これで決着だぜ。気合い入れろよ。剣を見るがいい。剣破風神山。バ
葬列で送ってあげるわ。ダーティーローズ、大自然のお仕置きです。アテフチカメイリムス、うぬぼれるあまり修行を怠るが。そんな、ビーラ、すさまじい子だったな。星晶獣を使って戦うなんてありなのかよ。シュバリエが特殊な星晶獣だったってだけよ。それよりまずいわね。なんだこの振動は。ちーっと派手にドンパチやりすぎたみてえだな。崩れるぞこりゃ。崩れるぞって、なら早く逃げなきゃ。あんたもルリアも早く。カタリナ、もう帰ろう。私たちの気空艇、私たちの空へ。いよいよやべえぞ、急げ。カタリナ、早くこっちへ。ありがとう。ねえカタリナ、どこなの？返事をして！そんなに取り乱してはいけないな。いかなる時も心を強く持てと、そう教えたじゃないか。カタリナ！ヒヤヒヤしたぜ。本当に姉さんはもう助からなかったんじゃないかと。ザク、心配かけさせるって。すまない。だが、ビーラをあの場に放っておくわけにもいかなくてな。カタリナ、よかった、無事だったんだね。ああ、随分と心配をかけてしまったな。だが、もう大丈夫だ。何が大切か、私は何を選んだのか、もうそれをしっかり思い出した。だから、ただいま。Alright guys, this is the end of chapter 19. I'm gonna upload this very soon. Later on, maybe in the next video, I'm going to draw everything I have. I'm not too sure if I can get through it, but when I get 3k, I'm just going to roll it and you guys are going to be able to see it. So take care guys, this is Draco Leo signing off.